きくファイターが変わってきましたでしょうか。ヒットロボットです。さあこれはどんな戦いになるか。2-1-GO。さあということでまた2人ともキャラクターを変えてきました。メイドインマリオのステージからスタートです。はい、マサキ選手は前作からもうピットを結構使ってきたプレイヤーなので、まあ 1-on-1 ではこちらに切り替えたという感じでしょうか。はい、左上にはボム中出ていました。いやね、対するはピット、そしてロボットというね対決になりましたけども、このキャラクター選択いかがですか。そうですね、ロボットなかなか珍しいファイターではあるんですけども、はい、飛び道具が非常に豊富でして、さ体重も重いのでそう簡単に近づくことはできないでしょう。しかし近づくと、はい、まあ、結構大きいファイターなのでコンボがかなり入ります。あっと、ここはうまくダメージ出していきました。崖捕まった状態から飛ばしてきましたか。崖運転ちょうど攻防だったんですが、注意ボムしっかり当ててきましたね。はい、アシストのスカポンとともにダメージを蓄積してというようなロボットの流れでした。はい、ロボットを操るのはリトロマックで勝ち上がってきた KZM、 ピットを操るのはガノンドロフで勝ち上がってきたマサシです。さあ濡れてますね、濡れるなと書いてありますが、どちらもお題は成立ですね。はい、こちらお題をクリアすると選手に、プレイヤーにたまにこうファイターが大きくなったり無敵になったりするので、これはこなしていきたいですね。はい、サボさん今大きくなりましたね。さあただピットはここは光の戦車は当てられない。はい、あ、これですね。これはうまく見えています。あ、当てていました。よく見えたんですけどね、ギリギリ避けていましたね。あ、ギリギリ避けましたか。タイミングを見てしっかりいってます。さあロボットがここで誘導ビームを打ってきます。さあこのレードさらにでかくなって、あ、これはしっかりロボットを取っていきました。さあ 133% 今ここでダウンです。これで2-1。ただリードはロボットです。アイテムにアシストにうまく使ってきました。はい、さあここは当てられるか。光の戦車今度当てたいところですね。今度はうまく当てていきました。さあこれでほぼ互角。ピットはキラーを取っていますが、切り切るか、大丈夫か。ピットは非常に上ビームも気力があります。はい、ステージが変わりまして、こちらゲーマーですかね。はい、メイドインマリオからゲーマーというちょっと面白いステージ移動になりました。まあ、背景にお母さんに注目です。はい、ゲームはね1日1時間までよというお母さんが見張りに行きます。はい、夜中も遅くまでやってたらいけません。はい、これがダメージ。あっとまさか最後は見張りに来たお母さんにロボット飛ばされました。ヒットは逆転勝ちになりました。まさし逆転勝ちで決勝ステージ進出を果たしました。いや、やっぱりステージもうまく使って、はい、これ結構今日特徴出てますね。ですね、1ストック対3ストックっていうかなり不利な状況から最後まで諦めず食らいついていきましたね。はい、